北野誠のズバリ祝日ホラー特集。ホラー作家の田辺誠也です。皆さんに怖い話お届けします。はい、11月23日水曜日祝日でございます。ということでございまして、午後1時を回りました。 CBC ラジオ北野誠のズバリ北野誠です。そしてアシスタントはこんにちは、宇治田智子です。はい、そして今日は、祝日ホラー特集ということでございまして、急遽この方に来てもらうことになりましたどうぞ。田辺誠也です。はい、よろしくお願いします。ホラー作家田辺誠也さんに、はい、事情がありまして、これ実はあのね、本来水曜日今日あの山の階段の田中康弘さんにあの来ていただこうと思ったんですが、はい、田中康弘さん月曜日の3時ぐらいですかね、僕はお前ら行くなロケやってる時に、はい、菅野プロデューサーが LINE が来まして、はい、田中さんがコロナになられました。ちょっとね、はい、私はしょうがないんですよね、お手すきの時に電話いただいていいですか、どうしたらいいでしょうということでして、で電話して2日前ですからね2日前の3時ってどうすんのそう、ね、どうもできへんやんと思って、なかなかね、はい、スケジュールがね、ですぐ観音に、ね、ちょっと待ってね、心当たりあるからって、心当たりこっちだったんですね、田辺さんに、田辺さん、はい、さんにすぐこれ今言った事情を全部説明したんですよ、はい、こんな事情で、うん、ちょっと田辺さん空いてたらもう来てもらえませんかと。その時ちょうどロケをロケやったんです。そう一緒におったんですよ、偶然偶然京都の町屋でレンタルスタジオでなんか怪しい話撮ってたんですよ、はい、そうやったんですよね、はいはい、ほんで急に、まあ田辺さんも結婚されておられるし子供さんもね、うん、あるから、そんな急に祝日に急に来い言われても、しかも日月と僕ロケやってるんで悪いじゃないですかそうですね、さすがにどうもどうも急に調整してもらって今日に至るということでございましてありがとうございます。ほんま今日はよろしくお願いします。いやいや、まあ、田辺さんと言いますと、田辺さんちょっと僕ウィキペディアの経歴見てびっくりしたんですが、はい、あのホラー作家ってのはいつから書き出したんですか。いつからかな、自分でもちょっと覚えてないんですけれど、はいはい、もう14、5年ぐらい前じゃないですかね。これはでもなんかもともと本を、はい、ホラーを書こうと思ったきっかけみたいなのあったんですか。もともとホラー小説はかなり好きだったんで、はい、それであの BK1 怪談大賞っていうのがありまして、800文字、はい、原稿用紙で2枚ですか、はい、以内の怪談募集で、入賞したら図書券がもらえるっていうのがありまして、はい、原稿用紙2枚分やったら書けるやろうと思ってつらつらと書いて、はい、でそうしたらだんだん楽しくなって、で偶然運よくたまたま入賞しまして、うん、でそれでじゃあもうちょっと長いの書いてみようかなと思って書いて、うん、投稿したらもうなんていうか超ラッキーで、あのホラー小説大賞にあの選ばれまして、短編賞に。これが2008年、うん、なんていうタイトルですか、角川が出てる、はい、疫病部というタイトルです。疫病部というね、これが角川ホラー文庫2008年に出て、はい、その後もじゃあそれもまあまあ売れたってことですよね。まあちょはいね、だから次の話が出てきたわけですよね。はい、はい、玉追い、はい、で次サツキ鬼って読むんですか。あ、そうです、3部作で、はい、あ、疫病部、玉追い、サツキ鬼っていうのが3部作なんですね。はい、はあ、そうですね。で最近ではあの、まあ、徳間書店から人魚の石とかですね、それから2020年はこれは竹書房ですね、はい、絶対言ってくれって言われてましたんで、これだけは昨日竹書房の人間と加藤さんに、はい、明日出られるんだぜひとも言っといてくださいって言ってタイトルを、はい、大阪怪談と関西怪談が出てるんですよね、はい、まあでもあのでもこれ本当にホラー小説の書き方とかってあるんですか。いや、私はあれはむしろ知りたいですね。いつも手探りで書いてるんで。はいはい。じゃあ本当に自分でこう本当にこれからって書けるかなと思って書き出したところからプロになられたってことなんですよね。そうですね。はい。すごいですね。ね。すごいんかな。分かんない。もう無我夢中でやってきてるから。これでええんかなと思いながら、いやそういうね、まあ、後にも話しますけど、あの今現在呪物流行ってますけど、はい、まあ、流行ってんのうちの業界だけやねんけどね、はい、別に世間一般に呪物がめっちゃ流行ってるわけじゃないけど、はい、あのよく ね田辺さんも呪物集めてますもんね。そうですね、はい、はい、ね、趣味でってことですか。そうですね、はい、今どれぐらい家にあるの。
いや、あの結構ね流動的で欲しいって言われて、はい、今みたいにこんなブームになると知ってたら手放さなかったんですけど、はい、あの欲しいとかそれ似たようなっていうので物々交換をしたり、はい、あと仮パクされたのもあるからカウントしてないんで、で純粋に忘れてるのもあって私が存在を、そうでした、あこれみたいな感じで、このぬいぐるみがで本人さんによるんで思ってる呪物っていうのは普通にクレーン、はい、キャッチャーゲームで撮ったぬいぐるみではそれが来たからもう悪いことばっかり起こるから、あげる田辺さんって言って、 あ、うん、ありがとうみたいな、 そうなんです、それが回ってくるってこともあるんですね、回ってくる、そうそうそうで今最近ちょっとびっくりしたのが、うん、まだちょっと田辺さんに聞いてて俺はもうめちゃくちゃ笑ったんが、うん、最近呪物がある種ブームになってるので、うんうんうん、なんかね値が上がってきてるんですよ、すごい上がってますよ、だからネットオークションとかでも本当かなっていうの呪物とかで検索すると、まあ某漫画関係のものが多いんですけど、そうじゃなくてこれは呪いの何々と、呪いの人形ですと、呪いの面ですとかで何万円もする値段ついてたりしますよ。そう今だから、まあ、物価高騰の折り呪物もそれもあるんですかじゃあ物価高騰は関係ないんだけどやっぱりブームになってきたら上がっていくんですよね。だから都市ボーイズの早瀬君とか、まあ、オカルトコレクターの田中俊之君とかが集め出してるのもあって、はい、なんかそう考えたら今なんかだからほんまにそれが呪物なんかどうかなんか、コトン屋行ってるとか、行かれるんですよ、市とかにも行って、行きます行きます、はい、そうしたらね、多分顔覚えられてるんでしょうね、はい、なんかどう見てもガラクタみたいなもうこれは人これも前の持ち主が2人ほどたたりで死んだから8万円でいいよとかねちょっと前までタダだったのにとか、いらないとかで会談イベントとか終わった後に、田辺さんすいませんお話があるんです、何ですかって言った、この鏡ね呪われてるって言われてまして、ちょっと今苦しいんで3万円で買いませんとかありますよ最近いやだからもうほんまやったら、昔やったらもう持ってんの嫌やからもらってくださいっていうのが多かったんですよね。そうなんですよ、もらってくださいじゃなくなってきたんです。そうなんです、買ってくださいですよ、それも結構な値段っていうか、でもめちゃくちゃ高くはないんですよね、10万とかではなく 2,3 万からみたいな、から出そうと思えば出せるかな。だから昔はみんな、なんかほんまになんか田中俊之君とかも今買い出したからあれですけど、はい、昔はなんか心霊写真とかも、うん、これ持ってたらええことなさそうなんでもらってくれませんかいうの多かったですもんね。心霊写真はもう特に値段が上がってまして1枚 8,000 円からですみたいな普通に行きますよ。心霊写真そんな上がってんの？上がってますよ、ツイッターでやって時々 DM で心霊写真買ってくれますかって言って、今怪談師の誰それさんと誰それさんと誰それさんに声かけしているので早い者勝ちですとかすごいすごい時代になりましたね。いやだからこの間言ってはってました、なんか何でした、呪いの藁人形を打った五寸釘、そうですそうです売られててでも古い釘なんですよね、本当にその呪いの藁人形の打った釘かどうかは分からないじゃないですか、ね、分からない、何にもそこの証拠はないんですよね。ただの長い錆びついた釘ですよね。そうなんですよ、はい、それが1本1万とかそういう値段で売ってたりもするんですよ。そうだから今ほんまに呪物がブームなってんだよ。でももうそこにエピソードが本物かどうか、いやでも分からない、だから多分やけど、もうその今早瀬君と、はい、都市ボーイズの早瀬君と田中俊之君と、はい、このね田辺さんとかみんな、はい、この呪物が本物かどうかってネットワーク作ってて、あそういうグループで話し合う、話し合ってますよねたまに。いや話し合うってほどではないんですけど、でもね、はい、なんかねそういう呪物がオークションとか見てて値段がポンポンポンって上がってるの見たら、多分、はい、業者が入れてるのか、それか同じ階段業界の人間が入れてるのか、最近だんだん分かるようになってきました、はい、分かるようになってきた。 ID 覚えてもうメモしてて覚えてるんでなるほどね、ID メモで大体同じやつらがみんなでこう回ってて回してるんですよ。なるほど、だから呪いの絵画なんかも、はい、確かあれ二十何万円で早瀬さんが買いはったらしいんですけど、はい、田中さんとすごい競り合ってたって、で田中さんが力すぎて、はい、眠っちゃったから早瀬さんが落札できたらしいんです呪いの絵画、はい、もう二人で話し合って、それ思うねんけど、二人とも連絡先お互い知ってんねんから、はい、もう手打ちしてこの辺で終わりませんかって言ったらいいのな。いやでも海外のサイトやったから、海外サイトか、
か、はい、あもしかしたら外国のライバルかもと勘違いされたっぽくてはいはい、はい、本当は日本の狭いところで、しかも知り合い同士が知り合い同士でもう LINE でやり取りしたらええやんけ、この辺でもやめませんかってお互いイベントの時なんか貸し借りさせてくださいよとか、そうそうそう蓋開けたらめっちゃ近くに行く、ね、そうやね、で2人で連絡取れてこれはほんまもんかどうかとかやってるから、今そういう意味では、まあ、あのこの間アップスさんが主催でね、田中俊樹君とそれから、はい、あの早瀬君のやったっていうのが集まってる人物とかを展示したら、はい、本当にすごい人集まるんですよ、すごい集まってね、集まってるんですよ、見に来てはってるんですよ、ね、でうちの茶屋町会談でも田辺さんの持ってる人物をちょっとお客さん用に70人のお客さんに並べてみてね、皆さん写真撮られたとかしてるんですけど、うん、そういう意味ではある種のブームはブームなんですよブームがね、ブームがそれだけ値段も変わってくるんですね、そうなんですよ、やっぱりブームになるとすべがなく値段は上がっていきますよね、田中さんね、もうみんなお金の匂いには敏感ですからねそうなんですね、はい、でもなんか普通の錆びついた釘をこれ実際に使われた呪いの穴人形を打った釘ですよっても確認しようないですもんね、ないですからね、うん、話し合っても結論はなかなか出ないし、ね、出ませんから ねそれで DNA 鑑定するわけでもないし別に血ついてるわけでもないですよ、ね、ないですかね、そうやな確かにな、はい、ただ錆びついて長い釘濃いですかね、木打ったりとそれが箱のでも売ってたんか、ほんまにご神木とかに売ってたんか誰もわからない、誰もわからないでも、ね、3万とか普通に言われるわけですから、うん、ね、はい、まあ、あんまり皆さん呪物の方のコレクションにならないようにしてくださいね、根崩れというか根が上がってますからね、はい、ということで今日はですね田原誠也さんをお迎えして、はい、ホラーの話をしていきたいと思いますけど、皆さんのメールは私の不思議な体験でございます、メールの際こちらです、はい、パソコン、スマートフォン、携帯電話から CBCラジオ北野誠のズバリのホームページにアクセスをして番組メールフォームからお送りください。ファックスは 052-263-6800、 そして LINE からお便りテーマなどの情報をお届けしております。お手持ちのスマートフォンで CBC ラジオのホームページにアクセスをして北野誠のズバリ公式 LINE を友達追加してください。はい、ということで今日渡辺誠也さんを迎えましての、休日特集 CBC ラジオ北野誠のズバリスタートです。田辺誠のズバリ祝日ホラー特集、ホラー作家の田辺誠也です。皆さんに怖い話お届けします。はい、ということで田辺さんとですね、僕はあの土曜日に中山一郎さんとダークナイトのイベントやって、はい、そのまま飲んで次の日からあのお前ら行くなロケで田辺さんに来てもらったんですが、はい、最初に行ったのがこの、これ京都市考古資料館という、はい、あのまあ、出土したやつとかをね、はい、あの展示するとこなんですが、これはあの京都市考古資料館と京都国際漫画ミュージアム合同企画展示で、考古資料と漫画で見る呪術という、ここまでブームなんかと思いましたけどね、すごいですよ ねイベントですか。いや、これはね、うん、展示物なんですよ。展示をしてるんですか。ほんであの京都市の考古資料館の館長の山本正和さんって方が、はい、あの今現在あの近年呪術が大きなブームです。これ、うん、一つは、うん、あの安倍の生命もあるんでしょうね、田辺さんね。ああ、その可能性もありますね。で、まあ、某漫画の影響もあるで、鎌倉殿とかでもね少し出てきましたし、はい、出てきますからね、はい、で、まあ、呪術というのはどういうものかというと、まあ、一つは天災や疫病などの災いを避けて幸せを願う呪術、これも呪術と呼ぶんですよ、うん、だから幸せを願うのも大事なんですね、うん、でもう一つは他者の呪い恨みを晴らすための不幸なを願う呪術ということで、うんうん、日本では古くから様々な呪術が行われてきましたと。で、自然や祖先を崇拝する際には神道、神道としても捉えられたと、うん、あと中国から伝わった道教、陰陽五行思想をもとに陰陽道がね動くということなんですが、これの、まあ、あの田辺さんと二人で最初に入りまして、あの多分日本で現存する最古の呪術の気が出土されてましたね。すごかったですね。もう入り口のところにバーンと本物の、だからさっき私が話したみたいような骨董市にあるような、うん、本物かどうかわからないじゃなくて本当の平安京の跡、はい、だから平安時代、今より千年以上前に使用されたと思われる本物の呪物が展示されてたんですよ。そうなんですよ。もうだからすでに平安時代からすでにその人型の、ね、木の彫った男女の人形が出てきてるんです ね。それ名前が書いてあるんですよ。で、あの男性の方の、 あの木の人形は、うん、あの後ろで縛られたような
形をしているんですよね、うん、で女性の方はあのボランティアガイドの方によると、はい、妊娠中であるということなんですよ。その形の人形そのだからこれぐらいの大きさはまあ多分15、6センチですかね。それぐらいでしたね。男11、8センチ女性10センチぐらいで、で木でちゃんと丁寧に彫ってね、はい、割と顔も丁寧に描いてましたよね。こういう人がいたんやろうなって、でそれで井戸の後から出土したんですよ。で井戸は湿気があるからあの朽ちたりバラバラにならないで、もうその当時とあまり変わらない状態で出土したっていう。それがそのままだからだからなんか多分あの掘って出土した時に掘っていったその井戸の枯れ井戸ですね。でも枯れ井戸やけど井戸の中湿気が多いので、普通ならあのなんていうか水分なくなって木ってポロポロっていくやんか、崩れちゃいますよね。それが土の中にずっと埋まってたんですって、だからそのまんま見れたそのまんまの形で、それがいきなりあのなんか扉開けたすぐバーンと展示してあったんですよ。もう、すごい。だからまあ多分今現時点で見つかってる日本で最古の呪術の道具でしょうね、あれね。そうですね、はい。でちゃんとなんか名前も彫ってあってっていうことで、一応あの解説してくれた森さんというね、はい、ボランティア解説員の方が言うには、はい、その髪型とか行くと男性はまあまあ身分の高い方、うんうん、でじゃあつまり誰がそんなものをね、うん、この後ろに手に配った、はい、後ろ手に縛った男の男性の人形と、はい、やや妊娠中であると思われる女性の人形と、そんな誰がその井戸に掘り込んでるんですかと言うたら、うん、あくまでも推測しかないねんけど、うん、まあ、この男性が身分のまあまあ高い方で、うん、どうもあの何人もこう奥さんみたいな人がおって、うん、一夫多妻制みたいな人で、どうやらその妊娠してるということは、はい、妊娠されてない方の方が、なるほど、妊娠してる女性を恨んで一夫多妻制やし、ね、一夫多妻制みたいな感じやったから、どうもそれで井戸に掘り投げたんじゃないかと、投げ込んだ。でもこれの一番怖いとこは、その辺のとこにポンポンと木で打ちつけたら風化するんですが、はい、先ほどトランプさん言ったように湿気ね、うん、形がそのまま残りますもん ね、だから千年を超えて残り続けてるっていう、だから千年の時空を超えて恨みがずっと続いてるってやつなんですよ。ちょっと怖いですあれでもほんまにリアルですね。すごい、本当にこういう人現代にもあおるおるみたいな感じのビジュアルで、うん、モデルが分かるような姿形をしているんですよ。はっきりと千年前のものが分かる、千年前のことがほんまに分かるという、だからそれが本当に、ま、残って出てきたっていうのはすごいですよね。うん、あ、これです、これこの人形です。わ、本当、あ、結構はっきりと、はっきりとそうなんです、ね、リアルに形取られてて、本当は女の人確かにちょっと妊娠してますね。妊娠してるんですよね。お腹が大きいですね、はい、少し。だからもうこれ完全にあの、まあ、人形の形をした完全にあれです、人形城ですよね。うん、怖い怖いってなんかだから平安時代くらいの前半くらいからこんなことも普通にあったってことですよね。そうですね、はい。うん、でまあでもあのポジティブな意味合いのものもありましたけどね。だから呪物って言っても呪いはあのおまじないの方 の同じですかね、呪いとまじない、うん、怪というっていうあの雑誌でも書いてありましたけど、もともと呪いっていうのは現状を変えたいと願うこと、だから絵馬とか、うん、あのお守りとかもまあ呪物の一つであるということで、うん、そのようなあの記事を書かれていた方がいらっしゃいまして、そうですね、まあ、だからあの牧書人面土器っていうのがありまして、うん、はい、あの土器にあの墨で顔が描かれていて、それにあの息を吹き込んで、だから今現在でもあの片代神社とかで配っていて、それで身を拭ったりして病気とか災いとかを片代に移し替えて水に流す、それの原型になったんではないかというようなものも展示されていました。そうやね、これ面白いですよね。これはだから当時も疫病が流行って、でも隣の村にそんななんか病人が出たってなった、自分のとこにも来そうやときにこうやってなんか顔を描いて、こう土器に顔を描いて、避けるためにってことですか。もう完全に厄除けのおまじないですよね、これ。しかもなんかこういろんな顔があるっていうのがやっぱりその人それぞれ描いた顔が違うってことなのかな。なんかこれは自分の顔からもそうでもなくて、顔やってって言ってましたね。そうですね、薬病神の顔を描いたんちゃうか言ってたり、あと、まあ、あの中国の方からあの伝わってきたあの風習を模倣したものではないかという説もあるみたいですね。そうですね、
あとはこの土の馬で馬の形ですね、はい、ドバドバですね、はい、えこの土器も並べられてるんですか。これも展示されてました。もうレプリカじゃなくて本物なんですよ。本物なんだ。だ出土したやつをそのまま出してて、だから当時だから、ね、当時平安時代ぐらいもやっぱり何面も天変地異とか疫病が流行ってるので、それをどうしても避けたいがためにこういうことをまじないとしてしたってことですよね、はい、うん、なんか他人を呪うのではなくて自分の現状のネガティブなものを退けたいとか、うん、まあ、病を治したいとか切実な祈りや願いを込めた呪物もあるということが、うん、あのその博物館にいて分かりました。分かりましたね。これ結構面白かったですね。結構だからやっぱり歴史がちょっとここで読み取れるってことなんですね、うん、多分だから宇治田なんか一番分かりやすいのは、うん、この鬼瓦ですよね。あ、これ僕ら日本家屋の上で見ますけど、これもまあ厄除けですよね。そうですね、魔除け、あの正気様なんか特に有名ですよね、うん、なんか守り神じゃないけどね。あ、そうですそうです。で、まあ、鬼門に、あ、場所にあの置いたりして、うん、厄除けにしたりしますね、うん、だからもう本当に厄除けということで鬼瓦上に乗せて鬼門の方向、まあ、北東の方向とかね、うん、はい、乗せとくと、ま、魔が来ないとか言われますよね、うんうん、はい、だけどほんまに僕らなんか呪術っていうとなんかほんまにまあその呪いばっかりを感じてしまうんだけど、あれでもなんか一説によると田中さんね、はい、あの呪い返しで見つかったらあかんだけど、あれ見つかったあかんっていうだけで自分に帰ってくるんですかね、あれ。ああ、帰ってくるっていう話も聞きますね。人は呪いは昔から穴二つと言われますし、はい、だから帰ってくるのかな、帰ってこいへんっていう説も出てきたりとかして、実際はどうなんか分かりませんけどね。あ、でも源氏物語なのでも、はい、あの六条の宮安どころがあの、うん、すごい葵の上を呪った時に自分自身も苦しむ描写があるのと、うん、源氏にバレてしまうんですよね、はい、あの葵を制裁を呪っているのが六条宮安のところだっていう、うん、でその後彼女は、まあ、あんまり待遇というか境遇にならないので、うんうん、もしかしたら呪いが返ってきたというような思いが当時平安時代にも共有されていたのかもしれない。そうか、やっぱりだから呪っててっていうのはやっぱバレちゃうんですかね、呪って、うん、まあ、呪いバレると そもそも普通に考えても決まり悪いですしね、あいつあの人呪ってたらしいでって言われたら確かにね、ちょっとね最近話すのかでも最近現いやでもね現代怖いのはね、はい、僕一番なんかのお前らグナロケでやった時に吉田由紀さんと、まあ、茶屋町会談でもやりましたけど、言ってた話で、はい、もうその絶対あかん、ね、群馬県のあの神社のあの神木で、はい、ほうの木って言って、あの触ったらあかん、触ったらあかんという、触ったらあかん木ですよ、はい、でもそのほうばの葉っぱがあの秋冬になって飛び散ってそこで触ってもあかんっていうところに、はいはいはい、あの僕ら見に行った時にあのピンク色の人形の城ありましたからね、ね、あれに女の子の名前と、ね、うん、で呪い殺すっていう樹脂って死ねって書いた片城があって、そこに股間バッテンで股間作ってそこに待ち針刺して、ほんで髪の毛ついてましたからね。それ吉田由紀さん嬉しそうに手突っ込んで持って出しましたからね。でも私あの個人的には縁切りとか呪いとかより縁結びの方が怖いなと思ってて、縁結びの神社にあのすっごいね毎年ね山のように下着を送り込んでくる人がいるっていう話を神社の人が聞いててでそれに多分その送りつけた主と思わしき男性と、はい、とあるアイドルの名前がなんか耳なし法一の興味でびっしり書いてあるんですって。でそれであの口紅で書いた手紙でこのなんとかちゃんと僕は結ばれる運命です、神様よろしくお願いします、これ毎年来るんですよって聞いて、マジゾーッとしましたね。だから逆にだからあの切るんじゃなくて結ぶんや、無理やり無理やり思いが強すぎるいやそれえそれ毎年来てるって言ってました、毎年来てるって言ってました。すごいですね。でしかもこれ最後オチがありまして、はい、私それを最初聞いて、でその後、うん、3,4 年開けていったら、うん、あれ男性じゃなかったって言われて、どういうことって言って、そのお母さんが実は送ってた息子と名乗ってって言って、息子にふさわしいのはこのアイドルの誰それちゃんと思い込みであって、お母さんがやってたみたい、縁結び祈願。あ、
え、ほな縁結び祈願を、はい、自分の息子はあのアイドルの何々ちゃんと結ばれますようにと、はい、お母さんがずっとそれをやってたの？みたいなんですよ。で、あのふさわしいのはあの子ぐらいしかいないうちの息子にはって思って。そうな、それを毎年その神社に毎年でびっしりその名前を書いて奉納下着を下着、うん、下着に名前を書くんです。息子とそのアイドルの名前を。え、男性の下着に？いや女性の。え、女性の下着、ちょっと、え、エマじゃないの？エマじゃない、女性の下着に、あの筆ペン、まっさらな女性の下着に筆ペンで、筆ペンかなんかボールペンが、ボールペンは分からないけど、はい、息子の名前とアイドルの名前をもう細かいでびっしり書いて、写経のように、写経のように書いて、それを箱にいっぱい詰めて毎年縁結び祈願ということでとある神社を送りつけているお母さんがいたっていう。逆に確かに怖い。それか極楽とも山本はそれか。違います。お母さんの力か。あれは違います。あ、違うの？アイドルと、アイドルと、アイドルと違うの？あれは喜ばしい。俺今一瞬極楽とも山本のお母さんがそうなんで結ばれたんかと思ったぞ。それではないの。ついについに、はい、わかりました。北野誠のズバリ祝日ホラー特集。ホラー作家の田辺誠也です。皆さんに怖い話お届けします。はい、ということでございまして、田辺誠也さんをお迎えしておりますけども、あの今回ちょっと僕と田辺さん取材した中で、はい、あの名古屋の方はちょっとわからないんですが、うん、多分宇治田は大阪出身で、僕も大阪出身で、はい、田辺さんは京都でしたから出身は大阪です。大阪京都に一回移ってまた大阪に戻ってきた感じです。ということなんですけども、その、出身の中でですね、あの一つテーマの中にあるのは、はい、僕とかおじたら大阪おったら分かるんですけど、お地蔵さんがやたら多いと、うんうんうん、なんかこれお地蔵さんの数すごいんですってね。もう万超えててコンビニなんかも断然多いですし、2万か3万かとかそういう単位 で数えている方がいたんですけど、はい、もうあの途中でギブったそうですね。3万個ぐらい数えたらもう無理だと、ね、いうことなんですけども、ちょっと今日は今からですね、お地蔵さんにまつわるちょっとお話を、はい、田辺さんにしてもらいたいんですが、はい、じゃあちょっとあの後手地蔵っていう話を、あの大沢階段っていう本に私が書いた話なんですけど、はい、あの移動させようとすると触りがあるものの話っていうのは大阪にたくさんありまして、はい、まあその中の一つ、例えば梅田の駅から少し歩いたところの曽根崎警察署にある後手地蔵がそうなんですよ、はいはい、で梅田はもともと湿地帯を埋め立てて田畑にしたんで田んぼを埋めたという字で埋めたと言われていたそうなんですよ。だからそれだとイメージが悪いからということで、埋めるの梅の字を松竹梅の梅に変えて梅田としたんです。でそんな梅田にある後手地蔵の後手の意味はごねる、まあ、古い言葉でして方言で不平不満を言うことや難癖をつけることを指すんです、うん、でその後手地蔵、なんでそんな難癖をつける地蔵みたいな名前で呼ばれているかというと、うん、昭和4年伝染病が大阪市内で大流行したんですよ、うん、でその時に不動寺の住職がこの地に埋没放置されている地蔵尊があるので奉納せよと託宣を行ったので、町内の人たちがほんまかいなとぬかるんだ地面を半信半疑で掘ったところ、うん、小さなお地蔵さんが土の中から本当に託宣の通り出てきたんですよ。それを見てあのその町の人たちが祠を作ってお地蔵様をお祭りしたところ、伝染病の流行も下火になって、これは霊源あらがったかだっていうことで評判がバーッと大阪城に広まりまして、まあ未だに祠にはあの花や線香が常に備えられるようになったそうなんです、まあ、これがまあ表向きの由来書きなんですけど、じゃあ後手はどっから来たのかっていうのは分からないんですよ、これだけだと、はいはい、まあ梅田なので、うん、その祠は昭和の経済成長も相まって道路の拡張で移動しないといけなくなってしまったんです、うん、でそして移動の工事を何回か移動させたんですね、その地蔵さんを、うんうん、行うたびに付近で火事や事故が起こったり、さらには当時の警察署長が落馬で亡くなってしまったので、うん、これをお地蔵さんが動くのが家へとごててはるということで後手地蔵と呼ばれるようになったそうなんです。そっから後手地蔵と、はい、
で現在祀られている曽根崎警察署の敷地内の場所はこの地蔵さん気に入ってはんのか、はい、特になんかごてるような災いの噂は聞かないんですよ、うん、でまあ最初はそう疫病祈願のあのご利益があるっていうことだったんですけど、うん、今はあの警察のね管轄内にの敷地にあるのに掛けごとにあのご利益があるみたいな風に言うてはる人がいるみたいですね、うん、でまあなんであの警察署の敷地内に移動したかっていうと、うん、昭和19年曽根崎警察署の高橋署長っていうことがあのこんなお地蔵さんのたたりみたいなことがあってごてるんですみたいなこと言ったらあじゃあもうここの敷地のところに絵を祀ってっていうことで署内に安置することが決まったそうです。あもう署内に安置することができたわけですね。そうですね、まあ、ちょっと改装が昭和49年に行われたのでちょっとまあ今警察署のまあ、うんちょっと離れてますけど、まあ、ほぼそれだけ警察署内の管轄のところにあります、うん、でもごてることはやめたんですね。そうするとねみたいですね。もう今だからそこで定住というか定住いるわけですもんね。ありますあります、ね、移動が嫌やったかな。今でもなんかもうなんかお願い事聞いてくれるんですか、ごて地蔵さんは。で私はあのこの話本書いて、うん、でまあちょっと他のイベントでも話してどうなんですかって言われたので、うん、気になったんで半日ほど地蔵さんの前で立って、うん、お参りしに来る人が来るたびに何をお願いしましたかって聞いたらやっぱギャンブル率が非常に高かったです。競馬とか宝くじ買うたから梅田でとか、はいはいはい、今日は競輪昨日負けたしとかパチスロとかねそんな感じでした。ギャンブル用の地蔵に、うん、もうみんな今となっては別にあんまりこれコロナとかやし今、うん、あの疫病とかって言ったら、うん、え何それみたいな反応されてでも別の時にあの行ったらあのそういうねコロナ禍がもう早終わりますようにみたいに願ってる人もいたんで私がその半日張った時が、うんたまたま悪かったかもしれないですけどそれ週末がやったかもしれません、ね、週末でした週末でした。週末やからやっぱりギャンブルの方が強なるんでしょう ね、はい、あとたたり地蔵とかもあるんですか。あそうですそうです、これあの大阪市内の川沿いにある地蔵堂でねあの、うん、こんな話聞いたことあるんですけど詳しい場所は絶対に伏せてほしいって言われてるので、うんまあ、言えないんですよ、はい、でその地蔵堂には賽銭箱もないし、うん、お堂にはね2つの、ね、南京錠があの戸の扉のところに取り付けられているんです、うん、で由来書きも何にもないのになんでか近隣に住む人はその地蔵を拝むとたたると言われていることを知ってるんですよ。これ珍しいですよね。地蔵やのに拝むとたたるんでしょ。そうなんですよ、拝まれたくないんかなっていう、うん、であの私も大阪の地蔵さんを調べてる郷土史家の方からあそこの地蔵さん祟るから拝んだらあかんねんでって話を聞いてまして、うん、で気になったのでその地蔵堂を管理してる町内会の方に聞いたんです、うん、そしたらもともとは祟地蔵じゃなくて畳地蔵と呼ばれていたことを知りました。畳地蔵、はい、はい、いつどうして畳が祟になったのかは分かんないそうなんですけど、うん、畳地蔵と呼ばれているようになった理由は教えてくれたんです、うんうん、それはあの昔大阪でね何回かもあの伝染病が大流行したことあるんですけれど、うんうん、明治期のペスト大流行の時に、うん、あの大勢の人が亡くなった時にあの畳を積み上げてその地蔵堂の付近で焼いていたらしいんですよ、はいはいはい、でペストにかかった人の吐しゃ物や血やらが畳まで染み通っていて真っ黒でになっててもう畳が、うん、であのその畳からまあ第2第3の感染者が出るとあかんっていうのであかんのでも完全に消滅させる方がええってことなんですね、はい、でもうとんど焼きみたいな感じでその患者が使っていた畳をもう積み上げて燃やしてたらしいんです、うん、でまあ明治期のペスト大流行患者数が当時一番多かったのが大阪なんですよ、うん、でまあその町内会の方の話によるとまあ地蔵の建立には当時 あのペストの患者の遺族や医療関係者もかかってたらしいです、うんうんうん、であの当時明治政府は青山種道と北里柴三郎ああ有名な北里柴三郎さん、はい、の2名をペストが流行しだした時に海外に派遣して調査と原因究明と日本への感染拡大防止を命じていたんです、うんうん、でもペストは結局日本に入ってきてしまった上に感染が大きく広がってしまって、うん、国民総動員で大阪だけの話じゃなくなってしまったんですよ、はいはいはい、で疫病と戦うことになってしまったんです、うんうん、でまあ、あの国内の、あの伝染病研究所に個人で
日本で初めて投資したのは福沢諭吉で、うん、まあ、北里柴三郎に資産を随分とつぎ込んで北里を殺してはならぬと言って、うん、あの感染症の防止策を、まあ、明治だと、はい、明治時代に行ったそうですね。で、まあ、その甲斐があったかどうかはまあ不明なんですけれど、大阪のペースト、まあ、バーッと広がったけれどシューッと収まっていったんですよ。急激に収束したらしいんですよ。で、感染を広げないように畳や遺品に触れんようにって伝えるのも、うん、もうあのバーッと一気に広まったみたい、うん、で畳を燃やしていた場所のそばにあったから、まあ、畳地蔵と呼ばれていたんじゃないか、まあ、それが誰かが、まあ、畳とたたり一字違いやから聞き違えてこの地蔵は畳地蔵っていうのをたたり地蔵で変化したのかな、変化したんじゃないかって言ってました。おー、でも実際にはあんまり拝む人いないんでしょ。いや、この地蔵を拝むと良くないことがあるっていうのは本当でってその方言ってて、うん、でなんでそうなったのかは分からない。でその方も、うん、私は要手合わせませんって言ってまして、うん、まあ、町内で冗談手合わせたり拝んだりした人がおってやっぱり良くないことが起こりましたって言ってて、でその人も自分の体験談やったら話せますんでって言いまして、うん、手合わせたら何もない場所でズザーって転んで、で、うん、服めくってみたら内出血で、まあ、真っ黒になってて、まあ、ペストにかかったような黒い皮膚の色とは違うけれど、うん、ちょっとこんな場所売ったっけっていう場所まで内出血で、もうめちゃくちゃ鬱血したよ、はい、バーって皮膚の色変わってて、うん、もう怖くなって絶対手合わせたりなんかこの地蔵さん前できませんって言ってましたね。まあでもその地蔵さんがやっぱりそのねペストで亡くなられた方をずっと見てきたわけですから、はい、やっぱりちょっとなんかあんまり気はしないんでしょうね、うん、でもねやっぱりそういう展開なんでしょうね、やっぱ話としてはね、うん、もうだからわからないんですよね、そういう因果関係も含めて、うんうん、ね、はい、ということでございまして、まあ、このお地蔵さんにまつわるお話2つお聞きしました。北野誠のズバリ祝日ホラー特集。ホラー作家の田辺誠也です。皆さんに怖い話お届けします。はい、シオポンさん、私は田辺さんの大ファンなんで放送前からとても興奮しております。中でも小説のさつき鬼シリーズが大好きですと。巻末にこの作品は三重県にあるこれ西宮歴史博物館に展示している土間にインスピレーションを得て書いたとあり、はい、私の職場もそこの近所やったんでとても驚き、早速その土間を見に行きました。すごい、はい、この辺りはその昔伊勢神宮に仕える工事が進んでいたところと言われており、時々見える方々がやってきて前世はここで暮らしていたんだ、あー故郷に帰ってきたと言われる方が時々見かけますが、田辺さんも何か見えたり感じたりしたんですかと。いやそこではないですが、知り合いがね、うん、そこで働いていまして、はい、その関係でちょっと遊びに行った時にドバを見て、はい、まあだから考古学の博物館に飾ってあったのと一緒ですね、はいはい、何かこのドバにまつわる話を書いてみたいなと思ったのがデビュー作のきっかけです。あ、それが最初のきっかけやったんですか、はい、でまあドバのことをいろいろ調べていったりとかしてってことなんですね。いや調べてもやっぱりね、はい、あんま結構出土品って分かんない、分かんないでしょうね、ですよね。この間僕らも日曜日見させてもらったけどあんま分かりませんもんね、うん、文献がないのでその残されたものを見て推測してこんな風に使われたんじゃないかっていう、いうあくまでも推測であって実際どうか分かりませんもんね、はい、うん、なるほど。でもそっからっていうことはなかなかインスピレーションがなんかこうなんか受けたんですかね、ふっと。そうですね、もともとそういうおまじないに使う道具がもう昔からこうブームになる前から好きではあったので、はいはいはい、はい、なるほどね。こちらでございますけども、ガリューシャさんからです。市内に人身事故でよく電車が止まる路線がありますが、その自殺や事故の名所のようになっている駅の一つを以前利用したとき、お天気も良かったせいかそれほど嫌な感じしませんでしたが、とある日の午後2時を回った頃、駅正面の狭い道をゆっくり車で通り中を覗いたところ、こじんまりとした駅の誰もいない改札までの間に黒っぽく顔は天狗のようで体は雲の
昆虫のハイブリッドのようなものがじーっと通るものを、覗き物色するかのように天井に張り付いてるのを見ました。え、怖っ、何とつぶやき、何かの見間違いではないかと自分に問うてみたんですが、確かにそこは、それはそこに存在しておりました。そんなこともすっかり忘れて、その夜テレビの交通情報が流れ、はい、その線の区間で人身事故があり、運転見合わせが再開したとの速報が流れてましたが、気になってどの一家を調べたら今日私が通った駅でございました。その時もゾゾッとしまして、私の見たのはもしかしたら死神だったのかなとか思いまして、本人に自殺願望や死という概念がなくても憑依されて同調してしまって死なれたんではないかなと思いましたと。うんですね、死神だけはほんまにね、いろんな顔に見えますからね。なんかでその雲みたいな姿っていうのは清野徹さんという、ね、漫画家の方が書いてて、はい、似たようなものを見た方のエピソードが載っているのを見たことあります。顔は天狗みたいけど形は、顔はそれは女性だったんですけど、体は蜘蛛のようで、お化けでへばりついてる、ね、へばりついてると。怖い。で、まあ、誰かを待っていたのかなというとこなんでしょうかね。いや、駅でこんな見てえらいことなんだ、ね、怖いです、まあ、あんまりでも名古屋駅では見やんと思いますけど、人の多いところではね、みんな騒ぎますからね、うん、はい、ということで時刻まもなく2時になります。北野誠のズバリ祝日ホラー特集。ホラー作家の田辺誠也です。皆さんに怖い話お届けします。実は今回ですね、はい、お前らいくらで田辺さんにどうしても僕は一緒にロケ行かせていただきたかった一番大きな理由は、はい、茶屋町会談 の、 女流の作家の特集がありましたよね。 ありました。その中で、うん、兄弟地蔵のお話っていうのが非常に興味深かったんで、うん、このお話ちょっとよろしいですかね。はい、田中幸太郎という明治時代の怪談作家が書いた話で、はい、京都大学の校舎を建てる時に、はいはい、お地蔵さんが土の中が出てきたんですよ。だ、京大がもともとあって拡張するんですね。拡張するんですよね、理学部の校舎でしたっけ、うん、はいはい、でそれは北白川の方の校舎を拡張するときに土中が出てきて、でそれの工事関係者が何やこんなもん出てきて困ったわって、その宇治田の思ってるお地蔵さんっていうのは、はい、ちゃんとしたお地蔵さん形してるんじゃなくて、なんかちょっともう年代があれなんでね、そうなんです、形がもうぐちゃぐちゃなんですよ。もう表面も摩耗してて、もうかろうじてお地蔵さんやと分かるようなものが一個や二個じゃないんですよ、ゴロゴロとものすごい数出てきたんですよね。その場所から出てきたんですか。その場所から、つまり掘り返したらそこら辺から倍出てきたよね、ゴロゴロと、はい、はい、でそれで、まあ、どうしようかって言って、ね、まあ、とりあえず腰掛けて上でお弁当食べたり、はい、おしっこかけたり、まあ、すごい雑に扱ったんですよ ね、 すね、だからみんな困るのよ、まあ、そうか、まあ、でも見た目そんな、なんかもう形崩れてるけど、そう、うん、ちょうどだから腰掛けやすい形でもあるのでちょっとテーブルに使えそうかなみたいなのもありましたよね。確かにありました。それでね、はい、そしたらそう雑に扱った方々が次々とたたりに会い、亡くなったり大怪我をしたり、それでうわーってなりまして、これお地蔵さんのたたりなんじゃないって言ったら、当時のまあ京都大学のまあ先生らとかは、ここは最高画風ぞ、たたりみたいな迷信地味なことをなんで言うんやみたいなことを言うたら、その先生方も食らっちゃって、ただり的な目にあって、それをもう当時の作家田中幸太郎も実名、まあコンプライアンスが今と現代は違うので、もうバリバリ実名が載ってまして、ノリノリで書いてるんですよ。誰がしも死んだ、何がしても死んだっていうことで、実名で兄弟のその名前をこんな最高楽譜で、そんなお前ね、当時やからそんな迷信とかそんなもん信じられるかって言って、お前ここ兄弟やでっていうで言っちゃったんですね。言っちゃった、ほなその先生も亡くなり、実名で書いてありますからすっごいなんかノリノリの筆で書いてあるんで、それの話聞いた時、多分田中先生はもううひょーと思ったんかなって思階段好きな方はね、ねえ、はい、読んでて感じましたね。もう明治時代の話なんですけど、今現在でもすごく面白いです。京都の街は特に変わってないので、街並みがね、
ここでみたいな、そのお地蔵さんをね見に行ったんですよね、はい、そう。ほんでそのお地蔵さんの一部が、はい、あの今現在京大病院にあってね、あ、はいはい、一部その出てきたお地蔵さんを、はい、結局だみんな死んでいったから、さすがにみんな、ね、これは供養した方がいいんじゃないかっていうことで一部京大病院のとこにあって、あれ何人地蔵になってますか。全開地蔵です。病院やから全開、全開ね、体が全開するように、そうそうそう、はい、でもあの地蔵さんを祀る時もあの決裁して、うん、あの身を清めてもうあの決死の覚悟でお祭りして、あのやっとたたりを連鎖を止めたみたいに書いてあるんですよ作品の中で、うん、ね、ね、はい、でもそれはもう置いてあるんですか。今あの京大病院の敷地のちょっと一番端っこに全開地蔵って言って、はいはい、ているわけです。はい、祀られてます。今も誰でも病院の中なのでもあの敷地の中で行けば見れます。行けば見れます。はい。ほんでもう一箇所またそのたくさん出てきた割にはその京大病院にある地蔵は2体だけでしたもんね。2体だけですね。はい。で。また一部が、はい、これも誰も知らんねんけど、はい、今現時点で京大の中にありましたね。ありましたね、はい、あのちょっと歩いたところにある小安地蔵尊っていうのはすごい気になりました。あ、小安地蔵尊ね、あの、呪楽台にあの秀吉が その当時ね、この村の角に、うん、あのちょっとお地蔵さんってところはこじんまりしてるでしょ、はいはい、なんかね多分2メートルぐらいの高さのドーンとした迫力あります。迫力あるものすごいでかい地蔵さんがあって、はい、でそれがなんかあのその地蔵さんが夜な夜な動くっていう説があったんですかね。そうですね、はい、2メートルのお地蔵さんが、そう2メートルのお地蔵さんがそのムラムラを歩くと。でもまあみんなお地蔵さんやからって言って、あの言ってたらその当時の豊臣秀吉がその噂を聞いて、はい、わーって京都の呪楽台に、はい、あのこの地蔵持っていこうぜって言って、ほうほう、で京都の呪楽台にその小安地蔵ってでっかい地蔵をみんなでえっちらおっちら多分荷車に乗せて運んだと思うんですけど、運んだらなんかしばらくずっと夜中になったらあの秀吉 のとこ 夜中になった秀吉の枕元立って帰りたい戻りたいってずっと本音を言いに来るんですか。本音言いに来るね、帰りたい戻りたいって言って1週間ぐらいで豊臣秀吉がもう帰らせたれと、もう寝てられへんと毎回来られたらね、そうそう、ね、言うてました ね、でそれでもう戻っていたんですね。だからもう後手地蔵はまあたたりで移動さすなって言うんですけれど、まあ、もうちょっと小安地蔵尊はちょっと穏便な性格だったんでしょうね。そうでしょうね、ただもうお願いして、もう泣き泣いてやめてくれ帰り出してくれ移動させんといてくれ移動させんといてくれって言って、うん、でまあ戻ったんです、戻れたんですね、戻れたんですけど、ほんでその京大にあるお地蔵さんも今ね、外からって結構ありましたよね。20以上あったように見えます。軽くどのあたりにあるんですか。兄弟の、ね、学校内で どの学部か分からんけど理学部の方 の建物の横とかに横のところにあります、そんなに飾るんですね。いや飾る、あれもなんか誰か世話してはるんですかね。してますあ、してはるんですね今もやっぱり、うん、あの学生さんに聞いたり、あとまあ関係者の方に聞いたら、はい、誰が世話してるのか知らないけれど時々お線香煙が上がっていたり日本酒の香りを感じたりするから、まあ、誰かがそういったものでお世話してるんでしょうって。花さしてましたもんね、綺麗に。そうですね、あ、じゃあいらっしゃってるんですね、うん、そう多分な兄弟の人がやってるのか近所ご近所の方がやってるのかよくわからないんですけどね、はい、うん、でもずっとあるんですねそういうのをね、ちゃんと置いとくんですね、うん、まあ、地蔵がね、はい、まあ、多分これ僕と田辺さんね調べたら、はい、頼むこれあの、スト徳井さんのあれ地蔵さんですかね。あ、その可能性があるっていう話なんですけど、はい、あのつまり須徳院さんって、はい、あの平安時代保元の乱で、うん、あの時の、まあ、平安京の時にちょっと政府に逆らったということで、あの四国88箇所に流されるんですよ、はいはい、ね、そこで恨みつらみ言いながら、うん、あの最後は朽ち果てて、その方も本当に京都の都に戻してくれってもう 何回も手紙にやりとりしたけど結局戻してもらえなかったんで、うんうん、四国の地で死んでしまったんですけど、その方が亡くなってから疫病と天変地異がめちゃくちゃ京都市内を襲うんですよ、はい、ほう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 、京都市内みんなを、みんな国民をね、でもなんか落雷も来る、はい、でも須徳院さんこれは
みんながストークインさんのたたりやと、うんうん、恐れたんでストークインさんを町のみんなでものなんか悪させんといてねっていうためにどうやらおのおのの家とか村々で、はい、めっちゃ地蔵を掘ったんですわ。ほう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 。それぞれがね。それぞれ。いやだからもうそこら中にストークインさんのたたりを恐れて地蔵を多分いっぱい祀ったんでしょうね。多分。なのでその地蔵かもっていう。だからもう土に埋もれて持ってるし、宣伝以上前やから、多分明治の世の中で急に出てきてもそれはみんな。困りますわな一気にゴロゴロっと出てきてね。いやだからみんなねやっぱあれねこの間見て思いましたけど、ほんまの地蔵の形してたらまたみんなもうちょっと厚く使いますよね、うんうん、でもなんかもうこんなんちっちゃいただの岩やんとか、あれだったらちょっと粗末ですよねやっぱり。そうですね。でまあちょっとちょうどまた座るのにね、栄養の具合の地蔵さんがあるんですよ、ね、ちょっと削れててとか、そうそう、で平らになって、ね、首なくなって、大体首なくなって地蔵さんって、なんでかって首のとこ一番細いから、あポロッとこぼれちゃってたりするのかもしれないですね。首のとこ一番細いからポロッと落ち、でそこから風雪さらされたらだんだん平らになっていってちょうど座り心地がいい感じになるんですよね、あれね、うん、扱いも雑になり、そうだからちょっとこれお前らぐらいでちょっといろんな地蔵さんをずっと見て回ってたんですよ。ずっと地蔵さん見てましたね我々、ね、うん、こんなに、いや私も京都住んで結構長いですけど、あんなに地蔵さんがあるとは思っても見なかったです。そうなんですよね、あれもだからもう固まってましたけど、まあ、うん、これの最後のオチはそのストークインさんの地蔵さんがやっぱりそこなやったんやなっていうのが最後に発見されて、僕らつながってちょっとホッとしましたね、あれ。そうですね、はい、これはぜひ本編の方で見ていただきたいと思います。北野誠のズバリ祝日ホラー特集。ホラー作家の田辺誠也です。皆さんに怖い話お届けします。はい、ということでございまして、今日はホラー作家田辺誠也さんをお迎えしてお送りしている祝日特集でございますけども、続いてのお話はちょっと京都の置屋さんのお話をちょっと伺いたいと思います。はい、はい、花街の怪談というものたくさんあるみたいで、昔、うん、京都の作家さんと大学の先生に、はい、元舞妓さんや芸妓さんが集まる会員制の飲食店に連れてってもらったことがあるんです、うん、でそこに行ったら昔を思い出しながら三味線を弾いたり、まあ、ちょっと、うん、若手の仕出しさんとかお店出し前の舞妓さんの卵みたいな人らが姉さんこれでええみたいなことを言って舞をね練習してみ、ここ講師なんていうようなことを指導を受けたりするようなお店で、うん、でそこで大学の先生は京都の古い風俗を調べることを専攻している人なんで、うん、そういったことを聞いてたらしいんですけれど、うん、まあ、私はまあ階段を書いているので、うん、その舞妓さんや芸妓さんらに階段はありますかって聞いたんですよ、うん、はいはいはい、そうしたらこないな話でいいんやったらみたいな風に言いまして、うん、若いねその子は舞妓さんやったんかな、今沖屋の2階に住んでるんですって言って話し始めたんです、うん、はい、姉さんらと一緒に横になって寝ててね、で舞妓は芸妓になったらカツラもあるらしいんですけど、うん、自前の髪で髷を結ってるんです、うん、で自分の髪をほどいてこう箱の枕元にある箱の中にしまっておいて寝てたらね、時々髪を踏むんですって、うわ私いけずされてるんやろうかと思ってたんですけど、沖屋の2階に寝泊まりしてるから誰かが起きてギュッて髪を踏んとしたら畳が沈んで柳がぎしっとするはずやのに、うん、柳の音はしなかったんですって、うん、だから私の髪をそれこそね3日に一遍ぐらいのペースで踏まれるんですけれど、それもすっごく痛くてちょっとやそっとじゃなくて根元の方がギュッと体重をかけて踏むんです。しかももうネイリバンとかじゃなくてもうヘトヘトになってやっと眠れたっていう時に痛いって思わず声を出して起きてしまうぐらい強く強く何かが私の髪を毎晩じゃ3日おきぐらいに踏むんですっていう話したんです。そうしたらその近くにいた結構年配の方だったので多分元芸妓の方だと思うんですけど、うん、はい、そんな話はいくらでもある京都の
加害にはって言いまして、例えばあの櫛や帯留めとか着物とか、まあ喜道楽言うけれど、まあ京都の人間ケチやから、うん、まあちょっと悪い言い方すればみんなお下がりやって言って、うん、でいつから誰が使っていたのかわからんような古いけれどええものたくさん歩いて、ある時私櫛使っとった時に普通の櫛でやのに手をバシューってカミソリで切ったように斜めに傷、それを深いので血がダラダラと出て着物にね散って、うわーって言ったらお母さんが来て、誰やのこの櫛出したんって、これはだ絶対使ったらあかん口やないのって言ってなんでですのって言ったら、あんたは聞かんでよろしいって言われたいやでもそれ聞いたらあかん、つこたらあかん口やったらもうでも捨てられへんやろな、もう多分で他にもあの兄弟があってね、はい、あのそのケアであのマイクですね、あびっくりしましたね、着物でねあのかぶせてあって、うん、これ兄弟ですのって言ってペラってめくろうとしたら、うん、それめくったらあんた死ぬぜって言われたっていう話そんなに近くに置いとかないでほしいよね。いやでも捨てられないのか。いやでも多分捨てられへんねやろな。ねえ、でそういうね、いや多分でも今ねよく僕ら階段話集めたらね、田辺さんね、はい、お寺に引き取ってもうたとかよく言うやんか、はい、でも最近引き取らないよね。あ、お寺取らない取らない、引き取らないです。引き取らないんだ。引き取らない。お断りするってこと。いや、お断りする。そんなもう得体の知れんもん、ね、預かったって供養するとか言うてもなかなか難しいですよね。言われもわからんかったら。そうですね。で、うん、あのでそういうところのお店で、あのみんな割とやっぱり仕事が仕事なんでお話も上手やし、でこんな話よかったらいくらでもありますからって言ってましたね。うん。うん、井戸の話は。井戸の話。そうそう、これはあの。聞いた話なんですけれど、あのとあるね京都のステーキ割烹の店でちょっと舞妓さんとか芸妓さんとか呼ぶことができて、踊るスペースがある広い座敷があるんです、はいはいはい、だから団体さんとかが、うん、あの来た時にそこ通さあるらしいんですけれど、襖が4枚いうか四方を襖に囲まれた部屋なんですよ。で一つは部屋の廊下に、もう一つは押し入れに、もう一つは隣の部屋に襖はつながってるんですよ。で4つ目の襖は開くと井戸につながってるんです。お店の中にそれも枯れ井戸じゃないですよ、水が流れてるのそばにいたらさーって聞こえる井戸があって、それにつながってるんですよ。でその襖なんですけれど、お客さんは廊下とか隣の部屋とか、まあ、たまに押し入れ開けある人もいますけどって言ってましたけど井戸につながる襖を開けたことは何でか一度としてないっていうんです。お客さんは、お客さんは、そこに働いてあったり呼ばれた舞妓さんとか芸妓さんとかは時々間違えてその襖をお客さんがいない時に何でか開けてしまうって、でその開けてしまった人は必ず災いがあるっていうんですよ。だからお客さんはその位置知らんねんけども開けないね。なぜか開けない。なぜか開けない。で本来なら町屋の作り一番知ってる、大木屋の作り一番よく知ってる舞妓さん芸妓さんがたまに間違って開けちゃうねんね。そうなんですよ。で、なんでじゃあ封印すればいいやんって言うんですが、それをするとなんかその店どころじゃなくてその通りがなんか悪いことが起こるみたいな話が残ってるらしいんです、うん、だから封印はできないから、うん、であのその開けはったっていう人はあの両目が塞がるぐらい腫れ上がってパンパンに、で皮膚科に行ってもあの何にかぶれたんで最初漆かぶれかこんな現代珍しい言われたぐらいにパンパンに腫れたらしい、そういうことがあった言ってましたね。でもそれでもマシな方へってみんなあの過去開けたことある人に言われました。それでも、ま、マシな方さあ、ま、でも襖の奥に井戸っていうのはまたすごい作りやなと思うねんけど ね多分だからその昔からその井戸あって、まあ、大きいやと鉄板そのステーキハウスみたいなの作った時に、うん、井戸多分どう閉じていいかわからんからもう井戸も生かしとけやっていうことで、うん、まあ、強風の町屋作りしてるんでしょうけどね。多分そうでしょうね、うん、ただまあその井戸を塞がんかったことによってそれ井戸が何をどうなんのかが全く分かりませんけどもね、はい、はい。
北野誠のズバリ祝日ホラー特集。ホラー作家の田辺誠也です。皆さんに怖い話お届けします。さて、スタジオには一体の人形が、藤田がもう見たくもないという。怖いすぎる。こちら、はい、女。これはあの田辺さんがなぜ手に入れたのかというお話からいきましょうか。あ、はい、あの私のおばあちゃんがあのお寺におりまして、そこのお寺にね、檀家さんから持ち込まれたんです。でその経緯っていうのが、はい、あの旦那さんがこの人形を、はい、多分ネットオークションで手に入れたんですよ。うん、で、あの奥さんにね、はい、いやすっごい可愛い人形手に入れてんって毎日自慢話をしたらしいんですよ。うん、じゃあ見せてよって言ったら見せないんですよ。いやそれはあかん、うん、できひんみたいな感じ で、うん、でそういう風なことが続きまして、はい、で決して奥さんには見せなかったんですよ。見せないんですよ、毎日自慢話はするのに。ちょっと旦那さんが急に亡くならはって、で遺品整理をしていたらベッドの下に段ボール箱があって、ガムテープくるくる巻きにしてあって人形って書いてあったんです。はい、あこれがもしかしてと思って出して飾ってたら、最初は口が閉じていたような気がするのに開いてたりとか、はい、今開いてますね。そうですね、まあ、でも記憶違いかもとその方もおっしゃってたんで、でちょっと他に不思議なことがいろいろ起こったんで怖くなったんでお寺に納めたんです。はい、そしたらその運悪くあのそのお寺の関係者の孫に階段を書いてる人間がいたので、田辺さんね、はいはい、ちょっとその人形よくやってれ送るくれって言うて、でまあ檀家さんにじゃあ許可取ってって言ったら、あいいですいいですって言って送られてきたんですよ。それが今この目の前にあるわけですね。そうですそうです、赤いちょっと着物を着て、うん、そうなんですよ、日本人形ですね、日本人形で、はい、でまあいろいろありまして、中山一郎さんと大阪の道頓堀にあるザザっていう、はい、あのライブハウスですね、ライブハウスに地下にある、はい、そこであのこの人形を披露目したら人形が声を発したんですよね。これがあのだからその中山さんにそれを言って、はい、この人形を持ってきてって言われて、はい、で田辺さんでも人形見てなかったんですよね。見てなかったんです。その時はあの最初にあのベッドの下にあったあのぐるぐる巻きの段ボールの状態に戻して私に送ってきたんですよ。じゃあそこからは開けたことはなかったんですか？なかったんですよ。でそのザザであの私は初めて開けたところを見たんです。そうだから初めてその時に中山さんがその人形を手に入れたというから面白いやんって言って、イベントで第1回目やから、はい、それを目玉にしようぜ言って持ってきてと言って、だからほんまにイベントで初めてガムテープを取って、うん、で初めてこうやったんですよ、目の前にで、それで喋ったらこの人形が声を発したって言うんですよね。そうなんですよ。で100人近くお客さん待ってて、でみんなわーって騒然となって、え何発したんですか？声で私はコワーンっていう声でも人によってって笑ってたとか、めっちゃ怖い、なんかヒューとか、なんか人によって違うんですよ。で不思議なのが、あのみんなピンマイクしてたんですけれど、うん、そのピンマイクには何の音も入ってなかったんですよ。うん、で一番後ろの全体を撮ってたカメラのマイクインだけ小さな声が入ってて、でそれの声を音声の専門家の方はもう警察とかに協力するような方なんです。あの声紋って言って人間の声は指紋みたいな一人一人違うっていうの で私の声とかも撮って、あ全員のその登壇していた人間の声ではない、そもそも人間が出せる音域の声ではないです、動物それも小動物が危機に瀕した時の声に近いですっていう分析結果が出たんですよ。うん、うわ怖い。まあそれで一度ね、はい、その後そのテレビにこの人形のことが知られるようになりまして、はい、である時テレビに出たんですかね。そうなんですよ。そうしたらあの中山さんのブログにあのその視聴者の方が見たら変なことが起こったってっていうようなことをたくさんの方が書き込んでて、そうだから中山さんのブログにはだからダークナイトで、あのこの人形が声を出したって言って結構みんな話題になったんですよね。話題になりましたね。うん、であの
テレビでこの人形を見た時に、あの人形をねコレクターの方がいて、一斉に棚から人形が飾ってたのがバタバタって落ちたとか、人形ケースにビシッてガラスひび入ったとか、そういったコメントが寄せられたっていう、うん、そうなんですよ。ほんところがそれを見られて、テレビめったに見られない元の大元の持ち主が、はい、偶然ね、あのテレビは苦手やから言って、あのパッチワークかタペストリーかなんかやってあって、テレビをその自分で作った、うん、あの作品で隠すぐらい嫌いやったらしいんですよ。だから亡くなった旦那さんの奥さんってことですよね、元々持ってた方、はい、なのに何でかその布を取ってテレビをパチってつけたら、あの人形が映ってるってなって、うん、でそれ見てすぐ私の携帯に連絡があり、送り返してって言われたんです。で私はもともとの持ち主の方だし、もちろん OK ですよって送り返したんですよ。でそうして1ヶ月ちょっとぐらい経ったら着払いで帰ってきて、でどうしたんですかって聞いたら、もうあの好きになさってください、もうご自由にどうぞみたいな感じで。なんで分からない、聞いても分からないんですよ。お母さんでした、あ おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんが、まあ、あのなんか私がね、なんか怒ってあるかどうかちょっとごめん聞いてみてって言って、ね、そしたら、いやうちのお寺によう普通にお参りに来はるし、なんか怒ってる感じしないし、人形のことを聞いたら、あああれ何も言わんといてもういいねんって、そんな感じやしって言ってました。だからその逆に声で戻して言うて、戻してもらって1ヶ月経ってまた送り返してきたってことは、なんかもう嫌なんやろね。そうみたいですね。なんかあったのかもしれないですよね。なんかあったんでしょう ねでもそれはもう未だにわからない。私のところは特に何の悪いことも起こってないんですけれど、この人形、そのイベントとかテレビで見てもう大好きっていうような人がいて、それも複数いらっしゃるんですよ。でどうやって私の住所を突き止めたのか謎なんですけど、プレゼントとか人形宛てに送ってこられるんですよ。人形宛てに、いやバラの花束とかもらいましたよ。私ファンからそんなもらったことないでもこ あのその人形にこのバラの花を飾ってあげてくださいとか。そうなんですよ、うん、そうなんです。私最初夫のサプライズかなとか思ってすっごいウキウキしてたのにこんなロマンチックなことしてくれる人やったんとか、嘘やんとか思ったら、あのよく見たら、よく見たら受取人のところ見たら、これこちらで合ってますとか言って、私の住所書いてあって、うん、人形様って書いてある人形様って書いてあるんだね。ただそれ以来まだ声走ってないんですよね。ないんですよ、うん、そうなんです。今日ラジオやからね、頑張ってよちょっとって人形にちょっと言いたいんですけどねただね、僕らこれ今ね言ってますけど、ね、はい、僕らこれあの普通人形ってドールは名前つけたりするじゃないですか、子供は。で僕も中山一郎さんもこの田辺さんも全員喋ってるのがこの人形とか あの人形とか例の人形なってして、決して俺らは名前をつけてないんですよ。つけないですね。つけるとなんかやばいこと起きるようになったという気がしてしょうがないので、つけるとちょっと距離感縮まりますしね。いやそうやん、つけ名前ってつけたら距離感一気に縮まるやんか、うんうん、愛着も湧くし、ね、だから犬は犬やんか、うん、でも犬になんかね、あのねコロとかつけたらコロやんか、もう、うん、そっから、うん、だから俺らは今はまだ名前をつけてないで、田辺さんもこんだけ持ったんだけど名前つけてないですよね、うん、結構大事にね今抱えてますけど、ね、名前はつけない、つけない、つけない、うん、つけたらやばいことになり感じします。いやな、そうじゃなくて、なんかつけれない理由わかんないけど、あ、うん、僕はもうつけたら一気になんか呼びかけに答えそうな気がしますけどなんか向こうも距離詰めてきそうですねお人形さんもね。だから我々いつもなんかこの人形話した時、あの人例の人形なとかしか言えないけどあれなっていう、あれな、あれなって、あの声出した人形なとか言って、いつも中山さんと僕の間では声出した人形なっていう話なんですけどね。この距離感で見るのもなんか緊張する緊張しますね。北野誠のズバリ祝日ホラー特集、ホラー作家の田辺誠也です。皆さんに怖い話お届けします。はい、こちら桃田の二木さんから、取引先の解体業者が檀家が減りまして灰寺になるということになりまして、
なんちゃって YouTuber がハイデラで寺上がれると勝手に来るからと解体したのが一件ありました。お寺の解体ということで、機械で壊さず手で解体するというので珍しいから私も見に行きました。釘をほとんど使ってない建築方法ですが、そのわずかな釘を分けてくださいという人の列が私の後ろに女性2人男性1人できてました。私を列の先頭やと思ったみたいですがきっと呪いに使うんではないでしょうか。高く売ったらバチ当たりますがね。今この手の釘は相場1本3万ぐらいしといてください相場作っとかないと ねえどんどん上がっていきますからね。わからいのデカさんです。怖くはないんですが、よく交通事故があった道路や交差点の角にお花が備えてあったり、はい、小さなお地蔵様が鎮座したりしてますが、これは亡くなられた人にはあまり良くないらしいという話を聞いたことがあります。というのも供養の本質はお墓であったり仏壇であったりお寺であったりでのお寺様のお経などであります。それが亡くなられた場所でのお花やお地蔵さんによる供養はその場所が居心地が良くなり霊が居ついてしまい良くないとのこと。遺族の方は注意してくださいと有名なお寺様のお話を聞いたことがあります。第三者がねもうええんちゃうってお地蔵さんを撤去するのはなかなかできませんからねと。それはまあそうですわね。いついちゃうんですね。いついちゃうという話もありますけど、これはでもその時の宗教の宗教倫理観によりますよね。そうかそうか。浄土真宗は基本的に幽霊信用してませんもんね。はい、ないです。はい、全部がだから我々が度胸することによって皆、御霊は成仏するという発想ですから、ね、浄土真宗は。だから摂政だから浄土真宗がこんだけ日本中に結構わーっと大きく広まったのも「南無阿弥陀仏」と唱えれば極楽浄土に行けますって、教えが楽なんですよね。そうそう、お手軽なんですよね。そうなんですよ。だからなんかいろんな他の宗は結構お盆になったらやることいっぱいありますからね、はい、あ、そうか、そういう意味では楽は楽ですよね。そうなんですよ。だから浄土宗浄土真宗は南無阿弥陀仏を唱えれば山漁師が摂政してても大丈夫だよ、極楽に行けますよっていう教えが割とみんな、あ、それやったら楽やわって思ったのもあります。だって宗派によってほんまに正月とお盆はこんなことやれとかなんか結構お供え物もしてあったりしますよね、はい、あれがなかなか難しかったりして続かなくなっちゃいますよね。そうやろ、ね、うちのおかんはやってるけど俺らどうすんねんみたいなのがありますからね、うん、はい、ということでございまして、時刻の間もなく3時になります。北野誠のズバリ祝日ホラー特集。ホラー作家の田辺誠也です。皆さんに怖い話お届けします。さて田辺誠也さんもですね、はい、呪物今どれぐらい持ってはるんですか？そうですね、数えてないのと私が忘れてたり、あと昔はね、こんな風に商売になるみたいに思ってなかったから、はい、ちょうだいって言われたらあげたり、あと交換したりもしたんで、はい、ちょっと呪物交換ね、物交換で数は分かんないんですよ。で今日ラジオなのと呪物ブームっていうことなので、うんうん、音にまつわる呪物を持ってきたんですよ。こちらなんですけど、はい、デスホイッスルっていうもので、死のホイッスル、ホイッスル、はい、見た感じなんでしょうね、獣の骨の頭蓋骨を、いやどう考えてもそれなんかの獣の、はい、もし頭蓋骨ですよ。それ模して作ってるんですか？本物はこれレプリカらしい、本物は本物の骨を使ってるらしいんですよ、うん、何らかの動物の、はい、でバズニュースジャパンのサイトに書いてあったんですけど、もともとアステカで発見された遺物で、うん、デスホリッスの名の通り生贄を捧げる儀式の時や他の部族との戦いをする時に吹かれたそうなんですよ、うん、でまあほんまかどうか分かんないんですけど、地球上で最も恐ろしい音、聞くと呪われる音とも言われていて、聞いた人は強烈なネガティブ感情に襲われる。死の笛を吹くことによって叶えられる音は、それを耳にした者に対して恐怖、不安、悲しみ、憎しみ、ありとあらゆるネガティブな感情に包まれるというって書いてあるんですよ。だからデスホイッスルなんですね。そうなんですよ。で死を呼ぶ笛なんですね。クヤから吹いてみようかな。だから今から吹きますので、はい、いやいやこれね、いきなり吹くとみんな迷惑やっていう人もおられるんで、そうですよね、今から吹くので、もうラジオ、いやそれは聞きたくないと、そんなもん聞いてられるかっていう人はちょっと今から30秒ほど、はい、ラジオの音量を消せ、ピューぐらいですけどね、はい、ピューぐらいです。じゃあ行きますよ、はい、せーの。
こんな音でした。いやなんか嫌だ。なんかでもあんまりええ音ではないですね。そうですよね。確かにね、はい、あこういうのはっきりした音でもないですよ。ガサガサっとした。そうね、あのこの間もあの茶屋間違いだの今 YouTube に上がってるアカデミックナイトの時に、はい、田辺さんが持ってきたあれなんですか、首の首おけ。首おけです。首おけ、おけ、おけなんですけど、はいはい、昔は戦国武将とか戦いであの相手を殺したら首を上げるっていうじゃないですか、はいはい、首を取る、取る、うん、実際にそのまあこんな首を取りましたよって、こんな名だたる武将の首取りましたよって、その首を桶に入れて持ってきたと言われてる桶を持ったんですよ、はい、あれどこで手に入れたんですか。いや、あの古道具屋で元の持ち主の人は、はい、なんでって思うんですけど買ったらしいんですよ。なんか戦国マニアらしくて、うん、あの甲冑も家に3つほどある言ってましたね。で変わってるなと思ったんですけど、その甲冑を着てあの城巡りをするのが好きらしいんです、うん、甲冑を着て城巡り。だから見かけた人とか知ってある人は知ってるんちゃうかな。時々あのガイドさんですかとか言われるらしいんですけど ね地元で言われるよ、そんな甲冑で歩いてたら。だってお前なな武将隊と一緒やろ、そんなこと言うてんじゃん。写真撮ってくれる人ね、撮ってくれる人、一緒に撮りたいって言われる人、言われる人ね、はい。で、ある日古道具屋で供養券を見つけて、うん、これは欲しいって思ったみたいなんですよ、はいはい、で買って家に置いてたら、うん、夜中にあのザンブラ神のあのすごい濃い顔の男がううって目を向いて自分の顔を見下ろしてるらしいんですよ、布団に寝てたら、うん、それで金縛りもあってこれはたまらんって思って、うん、あのその人とあのちょっとつながりのある怪談作家の人にこの首桶あげますって言ったら、うん、いりません、でも知り合いの田辺誠也っていう人やったら喜ばはるかもしれませんよって言ってツイッターに初めましてって言ってきて、うん、首桶を譲りたいんですがみたいな。でそれでいいですよって言ったらね、やっぱ首が入るだけやってあのかなりでかいんですよね、はいはい、来て、まあまあね。で今あの私の部屋あの6畳しかないんですけれど、うんうん、あの首桶が机の横にデーンってあります。ありますね、はい、でも実際これをちゃいまちで、うん、あの学芸員の方に見てもうてんけど、誰もまあ本物の首桶見たことがないのでね、あそう分からないんですよ。で、まあ子供には何か言ってないので、うん、でかなり丈夫なのでこの間、うん、あのその首桶の上に座ってドラえもん読んでました。子供が俺一番びっくりしたのはその首桶の中に何か入れたんでしょ。あはい、何入れたんでしたっけ。何入れ、あそうそう、まあ某ディズニーキャラクターの人形を入れてそしたらね、それがあの所ジョージの声をね当ててるキャラクターで、はい、それで喋り出したんですよ急に。あスイッチも入れてないのに。入れてないのに怖かったですね。怖い明るい顔で言ってるけど怖いわまあでも首おけは昔はだからあれほんまに武将の首取って持って帰る時は多分そこにかなり大量の塩入れてますけどね、腐らんように。あそうかそうか、もう塩山の入れてそこにボンと首入れて持って帰るっていう。あだからかすごい漆塗りでね、あの密閉性はかなり高いんですよ、はい、あそうですよ。だってあれだって人間ってそんなもすぐ腐ってきますから、あだから大量の塩入れてそこに入れとかないとあの検知できないですから、はい、でほんまに その武将やったかどうかっていうのを見せに行かなあかんのと報告もせなあかんので、はい、だから相当僕、まあ、実物見てませんが相当丈夫でいっぱい塩入れてなかったらかなり丈夫なのと、で、はい、まあ、YouTube のコメントプラスチックとか言ってましたけど、うん、かなりね丁寧に漆を漆の漆器なんですよね、はい、漆器で、で蓋を開けるとねちょっとスポンって感じでかなりあの密閉性は高いですね。密閉性高いですね、はいはい、まあ、それも、まあ、実際に本物かどうか分かりませんけども北野誠のズバリ祝日ホラー特集。ホラー作家の田辺誠也です。皆さんに怖い話お届けします。ここはあのちょっと僕があの喋るとこにしたんですけども、ここ最近ですね田辺さん、うん、あの僕と中山さんの中で、はい、あのまあ田中康弘さんは今日休んでおられますけども、なんかあの山の階段というか、はい、山の神っていうのをちょっといろいろ僕と中山さん最近掘ってるんですけど、はい、これなんかね田中康弘さん の, あ の, その山の階段の中に出てきて、まあ、茶屋町でも田中さんが 僕らにおっしゃってたんが、はい、あの漁師さん山漁師さんとかマタギの方とか、はい、それからあの
例えば林業に携わってる方とかが、はい、あの本当に誰一人いない山の中にこう入っていくじゃないですか。例えば林業の方でもここに木がどのぐらいあるとかこうカウントをするとか、うん、でもう本当に自分が四駆でその場所まで行って一人でこうカウントして、だいたいここには杉の木、あのヒノキがどれぐらいあるとかをカウントするような事業の方がおられるんですが、そのマタギの方とかそれから杉、漁師さん の, その林業の方とかも含めて、はい、そろそろになんか田中康郎さんがフィールドワークでいろいろ聞いたときに何が一番怖いかって言ったら、はい、普通の格好した女が突然ポツンと山の中におるっていうのがこれが意外と山の階段集めてたら本当にこの話が多いんですって。つまり普通にカウントしてて、でもう本当に険しいとこで自分が車を置くとこがもうギリギリの車一台で、うん、そこで U ターンしてやったやから自分が一生懸命歩いていって、あここでカチ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 ってもう野鳥の階段でカウントを打ってメモっててカチ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 とか、こっちの北の方向は西の方向は東の方向はってカチ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 ってやってたら、不意にふっとなんかそれ僕らが思ってる山の神さんってなんかこう着物着てるかなんかと思うけど、うん、違うんです。日常それにスーパーに買い物に来てる30代半ばの女性ぐらいなんですイメージは。もう普通の格好した、うん、で登山靴も履いてないような感じなんで、で一人でじっと木の陰で佇んでるんですって。突然現れるんですか。怖い。それがすごいなんか怖いって言ってて、だからそれがだけどみんなどうその時どうするのかなって言ったら、みんなも声はかけないんですってね。もうだから見て見んふりをして、もう本当になかったかのように、なんか何もこうじーっとこうゆっくりゆっくり逃げもせえへんし、逃げたら何かが危ないかなと思うから何もせんとゆっくりゆっくりなんか何事もなかったようにあの仕事して戻っていって、車に戻って慌てないようにするっていうのを、ね、気づかれないように、気づかれないような。でね、それで僕その話聞いた時に、うちのあの僕のやってるお前ら行くなのロケのとこに、はい、あのとあるツイッターを上げてる人がおって、それに関してこの写真は北野誠のお前ら行くなで調べてもらいたいなっていうのがあったんですよ、はい、でその僕の名前でエゴサーチした出てきたんで、これなんやろと思ったら、なんかあのとある山のとこでずっとしばらくまっすぐでこう左に曲がっていく、まあ言うても山道なんですね、はい、その山道も、まあ、言うても山道言うても標高多分500メートルぐらいのとこなんですけど、うん、あのまず一回車でバイクで走って、うん、でコーナーの時にあの YouTube とか自分の YouTube に上げるようにあのドラレコをちゃんとバイクでもつけてるんですよ、はいはいはい、でつけててバーッと走っていったら、そのコーナー曲がるところにポツネーンと白いワンピースの女が立ってるんですよ。怖い。ほんでその人は自分であれあと思うあーとか言ってるんですよ、うん、あーとか言ってるのスーッと曲がっていって、今女おったよなと思ってしばらくして降りていって止まってドラレコ見たら、確かに白いワンピースが映ってる。映ってるんですか。映ってる。それでまあこれはってドラレコ抜いといて保存しとこうと思って、うんうんうん、でそれがゴールデンウィークぐらいやって、でそれであーなんかあんな映ってたな、でもあんなとこどうやって立つのやろうと思って、うん、ほんまにこうコーナーにちょっともう崖のとこな、 崖でもないけど狭いとこなんですよ、うん、空間が、うん、でまたある時にその同じ人が、うん、今度車であの友達とそこをあの、まあ、紅葉を見に行く時に行ったんですって、はい、ほんなら車でまた走ってたら、またそのドラあのえっと思ったらバイクの時と同じ、今度友達と2人やったんですけど、はいはい、白い女がポツネーンと立ってたんですよ。同じ場所に。ほんでいた、あこれ前も見たやんバイクの時にって言って、ほんで僕はツイッターであの DM 送って、あの北野誠調べますよって言って送って、ほなちょっとうちの鎌倉監督から連絡行かすんでやり取りしてください、あ分かりました言って映像もちょっと送ってもらったんですけど、本当にポツネンとこう結構のスピードでバイク曲がってんけど、ほんまにポツンと白い女がポーッと立ってるんですよ、ってです白いワンピース着た女が、でそのバイクも車も両方とも映ってるので、ほんでこれは何やろと、でまあ現場行きました僕ら、うん、現場行ったら、はい、その立ってるとこってすぐ後ろがもう川なん、ちょっと小さい小川流れてて、でまず第一にその
車とかバイクで行かないとそこ通れないんですよね。だからどっかに近場に車とバイクをかなりどっかの駐車場下にあるんですけど、この駐車場が相当登るんですよ、歩いていくにしては。でコーナー曲がってしもって行ったら今度降りて上がってしもって今度ぐるぐる曲がっていくから車とバイクとか止めれないんですよ、怖くて危なくて。だから僕らも下の駐車場からえっちらおっちらっていうか、まあ登っていったりとかしてやっと着いたわって言ってふっと見たらもう人の立てるスペースがほぼないドロドロのとこなんですよ。下にちょっと小川が通ってて、はい、でも腐葉土がいっぱいちょうど空きやったからあって、はい、なんやここと、こんなとこに、こんなとこに何気ない普段着のあのワンピース着た女がぼーっと立ってるってもうありえない、ありえない、ありえないですね、ありえない。だから僕らあれ一瞬幽霊かなと思ったんですけど、これ3年ぐらい前か2年ぐらい前かな、このロケやって、で現場にあの星野明ちゃんで女の子にも立ってもらったそう見えるかどうかって実証実験もやったら、確かにそこにちょっとワンピース着て立ったら車のドライブレコーダーで見たら確かにあれ何って思うねんけど、実態に立ってたらそうは思うねんけど、そこ行くまでも大変やし、そんななんでそこに立ってる必要性があんねんと思うから。でも僕らはそこにせやから言うてそこに誰から殺されたとかそういう話が全然ないんですよね。でその辺で下の駐車場でバイク乗ってる子たちにこんな話してますか、あ そこでなんか分からんけどこの女が立ってる話は結構バイク乗ってるやつらでは有名ですと、だけどなんでそんな殺人事件とかそこに遺体が捨てられたとかいう話は聞いたことないっていうのを聞いたけど、でも今考えたらあれも山の神さんちゃうのかなと思って、突然現れる白い着物着て普通にそんなようわからんところに立ってる、映ってるけど別にでも映ってんねんけど表情が全くわからんねん。だからなんかこう顔は影なってて長い髪で白いワンピースでほんま立ってんねん、表情は分からない、表情分からないね。でまあ見せてもうたけど映ったやつ 見たけど表情は分かんない。へえ、うん、じゃあ貞子みたいに髪で隠れてるとかでもない、なんかでもはっきり分かんない、顔髪隠れてる感じなんですよ。でもあのほんまに貞子っぽい歌貞子っぽいんだけど貞子ほどなんか陰気な感じはしないんですよ、一瞬しか映ってないんだけど。だからそう考えたらあれちょっとしたら山の神さんって女性やって言うけどあれかと思って、なるほど、確かに言いますね、女性って昔から。だから僕らはずっとなんか心霊現象でそれを捉えてて幽霊ちゃうのと思っててんけど山の神さんじゃねえのかなってちょっと最近思ってます。はい、北野誠のズバリ祝日ホラー特集、ホラー作家の田辺誠也です。皆さんに怖い話お届けします。花ちゃんパパさんから、本日はホラー特集ということでコロナ感染2日目でまだ寝たきりですが、いても立ってもいられなくメールしたいと思います。ありがとうございます。学校に勤務して校内のさまざまな施設を修理したり管理する担当なんですが、はい、授業がないにもそうした施設を修理することが頻繁にあります。先日も土日の早朝から教室の扉の修理で早朝から一人で出勤して作業を開始しました。校門から校門に入りまた校門を閉めて鍵をしていますので他には誰も校内になることはできません。鍵を持っているのは校長教頭事務長と施設担当の私しか鍵は持っておりません。当日は部活などの特別な鍵の貸し出しもありませんでしたので校内は無人状態です。作業を開始してから1時間ぐらいした時昇降口の座台板を走る音がしたので、あ、また現れたなと思いました。担当から校内の怪奇現象は今までも頻繁にありまして、ザラ板の音を無視して作業を始めてさらに30分ほど経った時ボソ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 っと聞き取れない声が隣のクラスから聞こえてきましたので非常に怖かったです。まあ悪さするやつではないので今までの怪奇現象からも経験してきた後私は隣のクラスに行き、今日は忙しいから見てもいいけど邪魔せんといてくれよ、ええー、なと独り言のように無人に語りかけ作業を続けました。そして最後のフロア1階、3年生のクラスの作業を始めた時です。廊下を背にドアの修理を始めた時私の後頭部に耳元に間違いなく
ふうという息がかかりました。振り返りましたけど、もちろん誰もいません。いつもはラップ現象だったのに、やつが何が言いたいのか、あれほど見てるだけならいいとつぶやいたのに、その問いかけが聞かなかったことが残念です。いやいや、もう慣れたはんねんな。ですね、もう会話しちゃってる感じ、ね、会話しちゃってんねんな。ねえ、すごいな。こちら弁当屋のたっちゃんから、5年前クラス会に出席することになりました、うん、高校卒業以来40年続いているクラス会、私は30年ぶりの出席でした。宇沼の駅で電車に乗ると、一つ後ろの車両に同級生のエツ君を見つけました、うん、高校時代同じ電車でよく乗り合わせておりました、うん、S はいつもクールなやつで、いつも座席に座り物思いにふけてるようなやつでした、はい、昔と同じように私に手を挙げ合図を送り、あとは座って寝ているようでした。名古屋駅でパッと降りた時に、あれ S どこ行ったんや、見失ってしまいました、うん、それから私は、会場に行きまして、そしてクラス会が始まった時、幹事が最初に、昨年9月に亡くなった S 君に対して黙祷したいと思います、黙祷と言われました。黙祷が始まりました。え、嘘や、俺さっき一緒に S と来たやん。その後黙祷が終わったら、おちょっと待って、ほんまに死んだんかと、俺さっき S と一緒に電車の中で会ったでと言っても誰も信じてくれません。欠席していた友人に連絡すると、そいつも驚き、昨日実はな、俺とこにも S 君からメール来たんやって後日見せてくれましたと。あ、まあ、クラス会に行きたかった、行きたかった、ね、行きたかったんですね。ただこれちょっとだけ弁天屋たっちゃんにお聞きしたいんですが、この話、まあ、信用してるんですが、この S 君は年取った格好で出てきたのか、若い格好で出てきたのか、ちょっと疑問ですね。そうなんですよ。あ、そうか、長年会ってないから、時々この階段で、あの全然年齢が変わらんとしょっちゅう現れるやつっていうのがあるんですよ。あ、もう若いままで、若いままで、あれあいつ、あれ久しぶりやな、なんだあいつあの若いね、うん、って言うたらもう亡くなってたっていうのもあるし、その年のその年の感じになったのかもなっていうのもあるし、まあ、その辺がちょっとまた教えてください、はい。北野誠のズバリ祝日ホラー特集。ホラー作家の田辺誠也です。皆さんに怖い話お届けします。はい、ということでいよいよラストコーナーになりましたけども、はい、僕ね、あの田辺さんね、はい、今日あの自分が持ってきてくれ言って言って、あの声出しのにあの例の人形ね、これでもお前ら収録の時見たけど、僕あの人形来るとね、あの人形見てるとすっげえ浸り方バンバンに凝ってくんね。今はもう大丈夫ですか？今も痛いです、もうやった時すんげえ痛い。僕だからもうほんまに、僕の浸り方ってあの霊感、あの妖怪アンテナみたいなとこあって、はい、ヤバいの来ると浸り方すっげえ痛いなんで、今痛いちょっと、今痛い。前昔ダークナイトで、はい、あの中山さんが持ってきたゴーストボトル、あ、はい、あの幽霊を詰めたボトル、封じ込めたボトルを、はい、あのイベントで開けた時に、はい、その時もその後左肩めちゃくちゃ痛くなってきて、それってもうどっか離れるとちょっとマシになるんですか？ちょっとマシなんだけど、いやでももういっぺん見てしまうとその一日中なんか痛いんですけど、ね、いんですよ。だから僕あの人形実は持ってきてくれて頼んだんですけど、はい、苦手ですあれ好きな人がおるけど僕苦手ですわ、あの人形。持ってきてもらったものの、はい、持ってきてもらったもののね。じゃあ最後はちょっと名古屋にまつわる話ですか？そうですね、あの私の友達で愛知妖怪保存会の代表の島田直之さんっていう方がいらっしゃいまして、はい、その方にあの以前中川区の西日置にある塩釜神社を案内していただいたことがあるんです、はいはい、でこちらの神社、あの塩釜の釜の字があの今大人気の鬼滅の刃の主人公竈門炭治郎の釜の字と一緒ということで、そっちのファンの参拝者の方も増えてるみたいで、まさかそんなとこでね、はい、塩釜もなんで急にこんな若い子増えてやると思ったやろね、はい、でそこ の, あの神社にはあのカッパの神様のムサンドがいるんですよ、うん、でそのカッパの神様はあのそこの神社にある橋の下を流れている堀川に、橋の欄干からですよ、ベローンとめくってお尻を突き出して、うん、堀川にお尻を移すとカッパがザバーッとカーカー出てきて字を直してくれるらしいんですそう、まあ、ちょっと正直言うと荒漁師ですよね、かなりなんか人によってはなんかカッパが出てきて撫でてくれるとか、ベロって舐めて
字を幹部の部分を取ってくれて素敵にしてくれるとかいうねそういう伝承もあるらしいですね、はい、人それぞれですね人それぞれ、うん、試してみますかって言われたんですけどその時ちょっとねあの私字じゃないのとたとえそうだったとしてもなんかあのその代わりちょっと警察が来たりするんじゃないとかいうそういうねハラハラを背負わなあかんからちょっと怖くて様子になかったですね。であのその方から聞いて私は行かなかったんですけれど、うん、あの北野誠さんは行かはったって幽霊坂っていうのは名古屋にあるっていう天ヶ坂坊ヶ坂ですね天ヶ坂坊ヶ坂、はいはいうんうん、これは割と有名な心霊スポットですね、うん、僕と谷地君でお前ら行くなんで名古屋をちょっと深掘りした時行きましたけども幽霊坂って言われてるんですか、うん、そうですね、はい、あの元々は非常に辻斬りとか多かったところなんですねへー怖 い, いやほんでその実際に言われてるそのあのね天ヶ坂かで坊ヶ坂の坊ヶ坂は赤ちゃんが泣く言うて天ヶ坂の方が非常に薄暗くて、はい、一番びっくりしたのはね、はい、その坂のとこのところに坂の方の道には、はい、みんな玄関一切作ってないぞ、坂に面してこの道かこっちだから全員このその天ヶ坂を下がっていってこうやって下っていくと、はい、人の家の裏しか見えてなくて、ね、裏木戸もほぼないんですよ。へ坂側には坂側にはない、ないです。扉も一切ない。みんなだから背を向けてるだけで一切扉を全く。へ唯一そこにあの扉を向けてるなんかあの軽いちっちゃいマンションがあったんですけど、はいはいはい、潰れてましたし、はい、廃墟となってまったんで、はあ、多分ちょっと抜けちゃいけないな。よからぬ、ね、よからぬ木が坂側にはよからぬ木が多分入ってくるのちゃうかなと思いますけどね田辺さん。いや怖いないがな。で行って何か怒ったりしました。いや怒ったっていうか別に何もこれと言って怒ってないんですけどずっとそのちょっとずつこう調べていったらほんまにあのなんていうんですかねそこの横側に立ってるマンションも、はい、本来なら駅から近かったこの坂の方に入り口したいのに全く真逆の方ですから、だから全部そのこの坂道を通し坂道になってるとか全部家の裏しかないし、で裏側からは絶対出入り口を作ってなかったですから多分よっぽど意味嫌ってんやろなと思います。でも地元の施工業者の方とかはそういう伝承とかいろいろ知ってるから、はい、私の親戚岡山に住んでるんですけれど、はい、あのなめら筋っていうのがあって、はい、そこのところの筋の当たるところには家よう建てんって言ったりなんかいろいろあって、あの地元の人はやっぱりよう知ってる言ってましたね、うん、そうでしょうね。だから霊が入ってこないようにとか、まあ、あんまり、まあ、縁起が良くないというのもやっぱあるでしょうから、うん、皆さんやっぱり家建てる時気にするじゃないですか、うんうんうん、そっち側に、うん、あの玄関開けてるとこは玄関唯一開けてるとこはそのマンションやったんですけど、マンションも廃墟になってたんでやっぱり良くないねやろなと思って、うん、嫌がりますよね、やっぱり、ね、やっぱり嫌がりますよね。うん、そういう意味ではちょっとなんかあの僕らがよく意味地に近いんかなと思いますけどね。あでも割と天ヶ坂坊ヶ坂なんか上に坂登っていったりちょっと神社もあったりとかして、はい、結構近くには結構ええ感じなんですけどねと思って、その坂のとこだけがなんかそこだけは霊道みたいな霊が通る道通る道みたいなあってんでしょうね、はい、だからそういう意味で言うとなんかね実験どうなんやと思ったりもしますけどもね、うん、そこのハイマンションの入り口でちょっとキャンプしてみるとか、ね、いやいやいやあの一応不動産屋がこのマンションの不動産担当不動産屋がいてて、はい、ハイマンションで誰も住んない一応谷市に電話させて住むかと名古屋でそうですね一応電話させたんですけどあの向こうは全然進めてこなかったですね。やっぱりこれやったら他のことが他の物件がありますよとかもう多分ダメやったんだと思いますけどね、はい、うん、だからまあそういう意味で言うと田辺さんは最近あの何かこうこれをちょっと追求したいとかあるんですか。地蔵ですか、ね、やっぱり地蔵か今回、ね、地蔵はもうあの北野さんとあちこち回ってこの2日間、ね、こんなに深いとは思わなかったので、はい、そうですね、いやいや地蔵はちょっと深かったですね、はい、まあ2人で途中でパワースポットも行ってるんでまあ大丈夫なんですけど、ただお地蔵さんっていうのはちょっと面白かったですね調べると。そうですね、うん、まあちょっとライフワークで、はい、やっていこうと思います、はい、残りの人生を残りの人生そこまで次の方に向けて次の方に向けてやってください、はい、
北野誠のズバリ祝日ホラー特集。ホラー作家の田辺誠也です。皆さんに怖い話お届けします。はい、お別れの時間でございますが、マッチング師匠から首を入れる桶なんですが、先日行った中尊寺の宝物殿に展示されてましたよ。これは中尊寺に行かなければ。そうですね、中尊寺ってでもあれやんね、奥州やんな。遠いけど遠いぞ遠いぞ中尊寺にあるんですね。なかなかしんどいですね、うん、こちらパインパンマンさんから笛の音ですけども、耳を傾けてましたが叫び声にしか聞こえなかったんです。スタジオでは違うのでしょうか。はあ、デスホイッスルという名前聞いてからやったからそう聞こえたんですかねと。はあ、人によってはそう聞こえるんかな。あれしょっちゅうどっかで鳴らしてはりました。うん、公園でたまに吹いてるんですけどやったらね、でもカラスが寄っていたことあります。一回公園で公園でやったら吹いてる、ちょっとやめてピョーとか言ったらカラスがバーッとカーカーカーとか言ってうわーって言ってなるほどね。弁当屋のタッチは孫さんの質問通りですが、若いと思ってましたがやっぱり私同様年は取ってましたと、まあ、昨年9月に亡くなったということですが、やっぱり年齢は言ってたんですね。だからその高校とかの時の同級生のままの格好ではないってことでしょうね。はい、クリスマスキャンドル100物語さん、 SBS プレミアムの新日本不動機という番組で山神様は山姫と言ってました。屋久島で出たようで白い着物で長い髪だったようで、遭遇した方はものすごい美人でこの屋久島で藤あや子に会ったみたいやと言ってたんです、はい、でもやっぱり山姫と会った時は無視してる方が良いようですと。その方は認識してしまったらしく、すんでのところで海にさらわれそうになったと言ってましたねってことですね。はあ、でも白い着物で髪が長い、長い一緒やね、一緒やね、でも綺麗かったと、ね、はい、ということでございますので、まあ、話としてはそうなんですよね、まあ、それを山神様とか山姫とか言うってことなんですかね。でもこういうので聞いてるとなんかね、田辺さん面白いですよね、話ね。面白いです。うん、この山姫っていうのも一度会ってみたいですけどもね、はい、会ってみたい、つながりますもんね、つながりたいです、ね、でも認識してなんか声かけたりすると飛ばされたりするという、飛ばされるってどこに飛ばされてやる急に来るのかな、事例ですとか、いやいやその飛ばされる何してに行ってくださいとか、そんなんではないと思いますけどもね。はい、ということで今日は田辺誠也さん、どうも今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。はい、北野誠と宇治田智子でした。